アメリカ同時多発テロから19年となった11日、大統領選挙で争うトランプ大統領と民主党のバイデン氏が、それぞれ現場を訪れ追悼しました。2人が顔を合わせる機会はありませんでしたが、バイデン氏は式典で同席したペンス副大統領と挨拶を交わすなどしました。